えー、よいこのみんなごきげんよう、やみかぎりーきーです、えー。ビーストイラ、ビーストウォーズ全話レビュー第1回の今回は、えー、第1話の、えー、現代ビーストウォーズパート1、日本版タイトルは超生命体トランスフォーマー登場について語っていきます。えー、このシリーズに関してはですね、基本的には、えー、これビーストウォーズ放映当時、僕は ちょうど対象年齢の子供だったわけですけれどもあの当時の感想を語りますなので今の知識ではなく当時どう思ったか当時まだ何も知らないトランスフォーマーもオートボットもディセプティコンもえー、コンボイがトラックだったこともメガトロンが銃だったことも全く知らない子供の頃これを初めて見た僕が一体どう感じてどう思っていたのかっていうことをメインで語っていきたいと思うので あのその辺ご了承ください。というわけで、えー、この,第 1, 回の、えー、第1話「超生命体トランスフォーマー登場」なんですが、えー、この配信シリーズの前回で一旦お話しした通り、あり僕はこの「ビーストウォーズ」は途中から見始めたんですね番組の中盤くらいかなそれから見始めてるんであの第1話は見てなかったんですよ。 なので、あのー、トランスフォーマーが一体何なのか。で、この人たちがなぜここにいるのか。で、誰なのか。なんで動物に変身するのかっていうのをいまいちよく分かってないで見てたんですよ。その、エネルゴンの影響だ。ビーストモードに戻るんだって言って、なぜビーストモードに戻らなきゃいけないのか。すらもよく分かってないで見てたんですよね。で、かなり、 謎だったんですよ、見てて。面白い。あの、キャラクターたちのことは、登場人物たちのことはね、すぐに好きになったんですけど、彼らが一体何者で何のためにここで戦ってて、ここがどこなのかっていうのもよく理解せずに、このシリーズ、テレビ番組を見ていたんですが、えー、この第一話を見たきっ がですねえー、っとなぜかその日何でかわからないんですが僕はあのおじいちゃんとおばあちゃんの家に預けられていたんですねででおじいちゃんとおばあちゃんに預けられていてそこであのまあおじいちゃんとおばあちゃんにおねだりしてあとビ,ビデオあの VHS のあその 近所のねあのお店で「あのビーストウォーズ」の VHS をおねだりして買ってもらってやっとこの第1話を見たんですねでまあこの当時見ていたこれを見る前第一話を見る前の感想として当時思ってたのはさっきも言った通りこの人たちが一体何なのかがよくわからないで、まあ、当然ね子どもの頃 えー僕あの当時ネットもねネットあったけど発達してたわけでもないし、まあ、そもそも子供がうまく使えるわけでもなく今みたいに簡単にね、あのー、とにかく僕はあのこの人たちがいて誰でなんでここにいるのかどういう経緯でそれをここにいて何で 何をしている人たちで、一体誰なのかっていうのを知りたかったんですよ。で、まあ、それは当然、第一話か、最初から見ていないんだから分かんなくて当然だよなと思ってて、この第一話を見れば、すべてが分かると思ったんですよ。まあ、ところがですね、えー、この第一話を見て、あー結局、見終わった、第一話見た時点で僕が感じたのは、何一つ分からないどころか、あの、 さらに謎が深まってしまったんですよね。というのが、まあ、冒頭、えー、これは言語版、オリジナルの英語版ではないんですが、日本版の、あの、だけか、およその国が他の国かどうかわかんないんですけど、日本版の、その、では、あの、冒頭にナレーションがついてるんですよ。で、そこでは、あの、エネルギー、 神秘のエネルギー、エネルゴンを求めて、超生命体トランスフォーマーがやってきた。彼らはそれぞれが別々の姿に変身、ついに新たなる戦いが始まったってあのー、いう説明があるんですけど、わけがわからないんですよ、その説明。あの、今、当時は何、それ、 結局、えって欲しい情報はない。とりあえず、彼らがエネルゴンという何か、それかもう、エネルゴンがもう何か分かってないんですよね、当時。エネルゴンが何なのかも分からないし、そのエネルゴンを求めてやってきたトランスフォーマーという種族なんだっていう、彼らがトランスフォーマーという種族なんだってことは分かったんですけど、でエネルゴンを求めてるんだっていうのは分かったんですけど、 で、エネルゴンを使って何がしたいのかどうしたいのかが全くわからない。なんか番組の中では、そのね、エネルゴンを使うと宇宙を征服できるだのなんだのという話をしてはいるんですが、そのあれをどうやって使うのか、何、ま、あれが実際何なのかっていうのが、結局、これ番組の終わりまで僕は知らずにずっと見てるんですが、 あの欲しい情報は全く得られないんですね。ただですね、この第一話、今見てもめちゃめちゃ面白い。すごくよくできてるなって思うのがですね、これ、賞味20分しかないんですよ、本編。たったの20分しかない、30分の番組ですが、時間帯としては。ただ、オープニング、エンディングとか、CM の時間、 とあのこれ日本の番組だとだいたい前半後半に分かれるんですけどこの番組3つに分かれて3パートに分かれてんですよだから CM が2回入るんですよねだから番組としてもすすごく実は本編短いんですよその中でまず彼らが宇宙船に乗ってやってきてこの謎の惑星にやってきてあのえメガトロンっていう悪い 悪のリーダーダがいる、えー、コンボイオプティマスっていう正義のリーダーがいるそして彼らがどういう人たちなのかどういう、えー、人たちっていうのは立場ではないですね人格キャラクターまずコンボイは少しちょっと僕が思ったのはなんか学校の先生みたいでちょっと嫌なやつだなって思ったんですよ結構そのラットリーに厳しく怒ったりとかなんかちょっとお堅いやつで。 ちょっと第一話見て,てますコンボ行ってちょっとなんか堅苦しいやつだなと思ったんですよねそしてえー、お調子者というかその無鉄砲に飛び出していく、えー、チータスという若者チータワチータに変身する若者そしてあのひねくれていてあの何,かと何かについて盾ついて反抗するラットルそして、えー、力強くて なんか頼れるちょっとコンボ、オプティマスよりも年上なのかなっていう、ちょっと頼りがいのある大人っていう感じのライノックスっていう人がいる。これだけであの味方側の人たち全部覚えちゃいましたね。そして、敵の方にはメガトロンっていうやつがいる。メガトロンっていうのがどうやら敵のリーダーらしい。そして、それに対して反抗して、結局、追放されちゃったダイノボットっていうキャラクターがいる。 で「ダイノゴット」っていうのはそのこの番組の最後にあのサイバトロンマキシマルズの中に,に自分は入るデストロンプレダコンをやめて、えー、俺はお前たちのグループに入るぞっていうなんかただごとならないやつだっていうこのメインのキャラクター今回まあ正直最初の第1話第2話は、えー、デストロン側プレダコン側のメンバーについてはいまいちわからないことが多い。 キャラクターはうまくつかめないんですが少なくともね味方側のえ主人公サイドのキャラクターについてはねこの短い20分の中で全部わかるようになってるその上彼らの一人一人の変身シーンそして戦闘シーンロボットのかっこいいロボットバトルを描いた上にそれぞれのキャラクターの関係性どうやらラットルってやつはこの中では割と あのー、厄介者らしいぞとか、ダイノボットってやつは意外、なんか、敵の中、もともと敵だったんだけど、これまた厄介なやつで、あの追放されてきたらしいっていう、その、それぞれのキャラクターの人格、そして関係性が、この中、この短い20分の中で全部入ってるっていう、すごくよくできた脚本だなと思います。 今見ても、ね、でもう、あのー、子供からしてもねあの子供の頃これ見た時もすごく嬉しかったんですよね。なかなか後のエピソードになってくると、あのー、メインでスポットライトが当てられるキャラクターの、ね、活躍シーンが描かれる割に他のキャラクターがあ,のあんまり、まあ、出る、まあ、エピソードによってそのキャラどのキャラクターに焦点を当てて。 物語を語をるかっていうことがででその出番の多いキャラ少ないキャラっていうのがまあ分かれちゃうんですがこの第1話ってそのさっきデストロン側プレダコン側のキャラクターはよく分からないんだけどこの出てくるキャラクター全員に。 活躍シーンがあるんですよ。合計10体ですよ。これでもだいぶ減らした方なんですけど、あの、10体全員の活躍、戦闘シーン、ロボットのかっこいい戦闘シーン、変身シーン、名前を名乗るシーンが全部入ってる。しかも、この、これがどういう物語なのか知らない惑星に来てしまって、ここではどうやらロボットは生きられないらしい。だからこの星の 生生きき物に姿を変えななけければ生きていいいらしいだから動物に変身するんだそして変身して戦ってもあの時間が限られてるから動物モードに戻らなきゃいけないビーストモードに戻らなきゃいけないんだっていう第1話でこの短い20分に全てをこの番組の全てが入ってるっていうのはすごいなと思いました。で さっき、この人たちが何なのかよくわからないって子供の頃言いましたけど、ただ、随所にね、えー、コンボイ、ゴリラが言うんですよね。あの、大昔の戦争、さ前の戦争を思い出せっていう。どうやら、このトランスフォーマーという種族は昔戦争をしてたらしい。それがサイバトロンとデストロン、えー、プリラコンとマキシマルズ、まあ実は本当はオートボットとディセプティコンなんですけれども、そのどうやら、 彼ららは昔大戦争をししていたらしいたそしてもうその戦争は終わってしまったんだと。なんだけど、またそれを始めようとしてる連中が今回の敵なんだぞっていう。なん僕らはそれをよくわからない。でも彼らにはすごい長いバックストーリーがあって、あるんだなってことをね、すごく想像させてくれる内容になってるんです。たださっきも言った通り、結局彼らが誰なのかよくわからない。えー、冒頭のシーンではね、あの、 カリラが、えー、この謎の惑星に降りてくる前の姿が描かれるんですがほとんど影になってて見えませんわかりませんなんであのもともと昔こいつらがどういう姿をしていたかっていうのはがわかるのは多分もうメガトロンだけなんですよねでつまり何だろうえー、つまり何が言いたいかというとあの 肝心なことは結局この大地を見ても分からないんだけど、この人たちが今、今のこの人たちがどういう人たちなのかっていうのは分かるし、あと、結局この大地を見たことによってより想像力をかきたてられるんですよ。昔何か戦争があったらしい。どこかよく分からない星から来た人がか、ほん、よく分からない星から来た人がまたよく分からない星に来てしまったらしい。 で、彼らは地球という星を知っているし、でもここはどうやら地球ではないらしい。まあ、後に話すことになりますが、実は地球だったんですけどね。っていう脚本の素晴らしさ。そしてですね、あのー、やっぱりアニメーションがすごくいいんですよ。もう、子供の頃から思ってました。まあ、前回も言った通り、あのー、キャラクターの動きがすごくいい。あの、CG をうまく、 駆使しててキャラクターーのアニメーションによよるる演出がよくできてるあのー、結構そのまあ当時の日本側のスタッフの証言とかお話とかを聞いてると見ているとあのー、この CG のアニメに子供が感情移入できるだろうかってことをすごく心配したらしくてすごく心配したがゆえのそのえのー、ちにもう 伝説となってしまうよくも悪くも伝説となってしまうその過剰なあのなんだろうお笑い演出ふざけた演出っていうものを入れていったわけなんですがあのもちろんそれを面白く見ていたっていう当時子供として受け取ったっていうのもあるんですけれどもそうでなくてもこのアニメーションがですねあの,の作りアニメーションの作り演出がね 子供ににすごく感情移入させるるようなな作りももとととちゃんんってるんですよねだからこれを見た大人がちゃんとこれに子供が感情移入できるだろうかって思ったっていうところで僕はそれを当時子供としてすごく感情移入このアニメーションにできていたのであの子供の方が大人よりやっぱよく見てるんだなって思いました。 えー、もう例を挙げるとですねキリがないんですけど例えばあのメガトロン、あのー、このメガトロンってキャラクターはあのよくまあよく日本のファンの間で語られる際にあのアニ日本版では千葉茂さんの演技によってあのお芝居であのすごく実はユーモラス 冷酷だけどユーモラスなキャラクターに変えられたっていう風な言われ方をするんですがとんでもないそのこのデビッド・ K 演じるオリジナルあの英語版のメガトロンもあの実はかなりユーモラスな人として描かれてるんですよね。っていうのがですねあのー、これティラノスあこれはデビッド・ K の演技がまあこれに関してはまだ後々 回を重ねるごとにそれを話していきたいんですが、このアニメーションの段階でかなりユーモラスに描かれてるんですよ。このメガトロン、このただの冷酷な悪役ではない。あのティラノサウルスモードのビーストモードの時の彼は、あの、とてもいか追加をしたティラノサウルスなんですよ。めちゃめちゃ怖い顔してるんですよね、このティラノサウルスなんだけど、喋る時に一ち,ち短い手で身振り手振りをやったりとか、僕、当時真似してましたね、あの。 ティラノサウルス指が2本しかないんですけど、チョキチョキって、あのー、まりでカニ、カニさんのような動きをするのが可愛いんですよ。ちっちゃい手でチョキチョキパクパク指を開いたり閉じたりするのがね。あの、単に怖いだけではなく、子供が見て喜ぶような、あの、ユーモラス、ユーモアのある悪役としてちゃんと描かれてるんですよね、アニメーションの段階で。 はい、で他にも例を挙げるとキリがないんですが、あのー、あこれは後にこの番組全部見ていくとだんだん不思議に思うし当時も不思議に思ってたんですけどこのアニメにおけるミサイルってなかなか不思議な描かれ方をしてるんですよね。あのー、冒頭のシーンダイノボットがね追放されちゃうシーンよくよく考えたらこれあの軽く見て。 アニメーションだとね、あの、スコルポスにバーンって打た、ダイノボットが撃たれるときに、ダイノボットが、あーあげあげあって顔を、すごい、これもね、あの、マニで生きてるかのように、ぐーって目を大きく見開いて、あーって、間抜けな顔をするんですね。そしたらスコルポスに撃たれて吹っ飛ばされちゃうんですよ。で、この番組を見てる当時からずっと思ってたんですけど、あの、ミサイルって、どういう武器かっていうと、ものすごい勢い、ロケットエンジンで、 あの、火薬を飛ばして、えー、着弾したところを爆発させて着、命中した対象物を破壊する、燃やす、爆破するっていう目的の武器なはずじゃないですか、ミサイルって。このビーストウォーズというアニメにおいてはですね、なんか、敵を突き飛ばすための道具なのかなっていう誤解するような、あの、ミサイルを、ミサイルが当たった人は、 爆発して吹っ飛ぶんじゃなくて、あの、までなんか、突き飛ばされたかのようにピューンって飛んでくんですよ、みんな。<laughs> それだけなんですよ、基本的にミサイル攻撃っていうのは、この番組において。あのー、よくよく考えたら、あの、未知の惑星、一体何が待ち受けてるかもわからない星で、ああやって追放するってことは、まあ、ある意味、死刑に処刑されてるに近いんですよね。 殺されてるのに近いんですよ。なのに、そこが、割とあの、ユーモラスに描かれてる。あーって、まぬけな顔で大のボットが飛んでいく。ここだけでもう大笑いです。あの、だからね、あの、大人が、この CG で、本当に子供たちが感情移入できるだろうかってことに、 そんなに心配する必要は本来なかったんじゃないかなと思うぐらい僕はこのアニメーションにすごく虜になっていました当時その日本の今までのアニメじゃありえなかったセルアニメ日本の海外問わずセルアニメではありえなかったこんなグレングレン動いてねまにで生きてるようにねっていうのがすごくよくできてるなと思いましたでえ脚本でいいところとあのー であの結構その謎が謎を呼ぶみたいな感じで面白かったって話したんですけどこれは本当に実は後々調べていくと、えー、それは決して間違ったことではなくて実は僕らと同じように実は「作っっっっっててててるる人たたちもよくく分分かってなかかっなっいうこことが後々分かってくるんですね、えー、このビーストウォーズ」というシリーズはですね、えー、メインの脚本は「 えー、ボブ・フォワードとラリー・ディティリオっていう人がこの2人の方がメインライターとして、まあ、他にもエピソードごとに違う人が入ってるんですけど基本的にはこのメインライターとして、えー、ボブ・フォワードとラリー・ディティリオっていうお二人が作ってらっしゃるんですけどお二人この90年代この時点では、えー、共にねヒーマンのアニメシリーズとかあとは GI ジョーとかあのー。 他にもいろんな、要は80年代から90年代のーカートゥーンの脚本、カートゥーンや映画の脚本の現場で活躍されてらっしゃった方々なんですけど、ビーストウォーズを担当するまでトランスフォーマーのことを全く知らなかったみたいなんですね。で、今でこそやっぱりビーストウォーズ、トランスフォーマーといえばもう親子2代で 楽しむものだし、特にアメリカでは日本の日じゃないぐらい大ヒットしてるしあの、国民的アニメですし、あの、トランスフォーマー知らないなんてことあるのっていうのが今が常識なんですけれども、ただ、この時点でトランスフォーマーシリーズってまだ、えー、これが9六年九、えー、96年に、えー、アメリカで初放映されて、 95年あたりからおもちゃとか作ってるんですけれども、つまりこの時点でまだ15年も経ってないんですよ。15年も経ってない。10年ちょっと経ったかなってぐらいなんですよ。トランスフォーマーというものが始まって。で、当時80年代の時点ですでに大人だったこのお二人が、トランスフォーマーというものを全く知らないっていうのは、ま、あごく当然なんですよね。もう。 もう当然「トランスフォーマー」は子供向けのアニメでありますし今みたいに親子2代で楽しむものにもまだなってない710年経ってないから本当に g 1のアニメを見てた子供たちがやっと思春期とか思春期とかまあちょっとやっと大人になり始めたかなっていうぐらいでだから要は。 G1 のアニメが始まった時点で大人だった2人がトランスフォーマーのことを全く知らないっていうのは、至極当然の話なんですよね。で、このお2人、まあ、関わった時点で、まあ、基本的な設定ぐらいは知っているんでしょうけれども、全くトランスフォーマーっていうものを、彼らも書きながら初めて知ることがいっぱいあったみたいなんですよ。これは、だいぶ後の方になっていっても、まだなお。 彼らも作りながらトランスフォーマーを知っていくっていう段階だったんでもうこの時点では全く書いてる人たちも分かってないんですよねなので当然あの僕らが見て当然子供が見てもそのよく知らない人たちが書いてるんで分かるわけがないんですよねトランスフォーマーが何なのかこれを見て G1 の物語があったなんてことは全く想像できないしなんならそんな 当時子どもだった僕らは G1 のトランスフォーマーなんてものがあることすら知らなかっで知らないでこれを見ているのである意味あの書いてる人たちと一緒になってトランスフォーマーの世界に導かれていったというえシリーズになってるんですよね逆にそれが何も知らないからこそ完全にそれ切り離したものとして見ることができたのかなまあ後々そうでもなくなっていってしまうわけですが とにかくこの第1話すごくよくできててすごく面白かったっていう今見ても面白いよくできてる脚本だなと思います。でね、あの次回、じゃゃ今回はとりあえずこの辺にしておきましょう。で次回のね、なんだっけ、次回第2話の「倒せデストロン」かな。あのビーストウォーズパート2でまた お会いしましまょうということで本日もおきあいありがとうございました。バイバーイ